はい、今回のご質問こちらでございます。事実私は絵が下手なのですが、そんなことないよ。うん。で、まあ実際にね、絵を下手と言われた時の立ち直り方を教えてください。まあなかなか辛い話、実際に下手、ちょっとリアルなのかネット上のメッセージなのかちょっとわかんないんですけど、まあ直接下手と言われたと。まあでもまあね、きついけどあるはあるかなっていうことで、なかなかに難しい話なんですけど、この話させていただきますということで、ちょっとまとめました、文章で。今回 A なしです。解決策パパって3つなんか思いついたのを書いたんですけど、一番これかなと思ってます。はい。テンプレ、時間が解決してくれる、まあ、これがテンプレでしょうと。で、絵に限らず、まあ人の傷ついた心は大抵時間が癒してくれるっていうのはね、もう江戸時代から言われてるんで、はい、まあ、室町時代はでしょうと。なんですが、あとまあ2番目3番目ちょろちょろっとお話ししますとですね、人に絵を見せないというのはまあ割と僕大事だと思ってるんですよ。ちょっと賛否両論あるかもしれないんですが、っていうか今回の話、今更ですが、あくまでも私の個人的な見解なので、まあこれが絶対正しいとはまあそういうわけじゃないよというのはちょっとご了承ください。基本やっぱり絵って絵を描いてて楽しいから描くわけですよ。これが一番、絶対一番、絶対にこれが一番で、たまにいて怖いのがこれなんですけど、人に褒められたくて描くっていう方、これは直接でもそうですし、いいねをもらいたいから書くとかも同じ、点数欲しいから書く。でもちろん褒められたら嬉しいです、喜んで、全力でもうやったわーって喜んでください。ただ原動力の一番は絶対ここ、ここが一番になってる人は、まあ知り合いにもいたはいたんですけど、やっぱ結構辛いです。うん、やっぱり主軸は絶対ここに置くといいです。うん。で、まあ、何かというと、まあ、解決策たくさんあるんですが、ということでね、この自己依存の努力目標を持つっていうのは結構大事だと思ってるんですよ。で、まあ、今回で言うと、絵を描いてた楽しいから描くっていうのは自己依存ですね、に対してこの人に褒められたくて描くっていうのは他者依存の努力目標なんですよ。自分がどうやったとか関係なく、相手がそう感じたっていうことで評価を受けてしまう。絵の世界結構多いんですよね、これ。で、他者依存の努力目標っていうのはむちゃくちゃ病みやすいです。メンタルに来やすい。で、今回で言うようにね、まあ、下手って言われたらどうしましょうっていうのも、ある意味他者依存なので、これも。結構大変なんですよ。まあ、なので、まあ、自己依存努力目標って何かというと、例えば1日1枚絵描くとか、1週間で必ず1個仕上げるとか、まあ、1日1時間は絶対絵描くとか、そういったものは自己依存の努力目標ですね。うん。これは割とメンタルに来にくいので、まあちょっとしんどいなメンタル的にと思った時は、まあ、こっちに切り替えましょうと。で、こっちもね、絵を描いてた楽しいっていうのも自己依存なので、で、この自己依存の努力目標を続けてると自然と画力も上がるので、気がつけば褒められることが増えるかもしれないですね。うん。時が来ればね。でですね、まあこの下手と言われる、否定されるってことに関して言うと、まあ、ちょっと私もですね、経験たくさんあるんですが、まあその中で分かりやすい体験談2つほどこの場を借りてさせていただきたいんですが、まあ、こんなこと実際ありましたと。で、1つ目、高校1年生の頃の学園祭あってですね、まあ、準備の時になんかポスターを書こうってなったんですよ、クラスで1枚、その出し物のね、あの、なんだろう、表紙となるような、まあ、ポスターですね。で、誰書くってなった時に書き手がいなかったんですよ。みんな他の準備とかしたりして、誰書く誰書く、誰も書かないで、まあ、模造紙みたいなやつがあってね、で、誰も書かないならじゃあ俺書くわっつって、まあ、僕が書いたんですよ。で、まあその日1日書いて途中まで、で、2日目、じゃあ続き書くかと思って書こうとしたらですね、なんと別のね、絵上手い人がクラスの
その模造紙の裏にですね書いてて、で僕全くそれ知らなくて、本当にじゃあ今日もやるかぐらいでやってたら、まあ、勝手にみんながそうしてたみたいな。うん、本当もうし、でそれに関しては一言も言及もないし誰も何も言わなかったんで、本当にもうなかったかと、僕が書いた昨日書いた1日分のやつは本当にもう何もなかったかのような感じで、もう自然と他の人たちが数人で書いてたんですよ、うまい子がねみたいな、まあ、そういうことがあって、ただねその出来事結構覚えてるけど、まあ、どんだけ自分がその時ショックだったかっていうのはなんかあんま覚えてないです。多分ねその瞬間ショックだったはショックだったんですけど、うん、やっぱり多分根本的にはこっちがあったので絵描いてて楽しいって、だから別にその後も普通にノートに落書きはしてたかなと思います。2つ目、専門2年生の頃があってですね、これちょっといろんな条件が重なった話ではあるんですが、まあ、僕としてはですね、まあ、絵の仕事をしていた時期なんですけど、すでにこの時に学祭でね、ほらなんか出し物みたいなのあるじゃないですか。で絵の学校なんで、まあ、絵に関わるなんかちょっとポストカード売ったりとか、なんか絵描いてとかで、まあ、小学でね、まあ、そういうことをよくやるんですが、面と向かって言われたことがあるんですよ。それはこれに金出すんならあっちで金払うわっていうのを、まあ、面と向かって言われたことがあって、でまあそれだけならまあまあっていう感じなんですけど、一応ねあるのが、まあ、僕はまあまあ一応その学校内ではイラストコンテストを1位取ってて、デッサンも1位取ってるんですよ。イラストコンテストも1位取ってるんですよ、僕学内で。で当時専門2年の学祭の時期はもう絵の仕事も普通にもらってて、企業様からで、ほぼ毎日この時仕事したぐらいの時期なんですよ、学校行きながら。に対してその子の方に金払うわっていうその相手はですね、一応まあ学内では真ん中ぐらい、下手ではないです、全然真ん中ぐらいのポジションの人で、まあもちろんその絵の仕事も経験は一度もないぐらいの方だったんですよ、がいて、でまあその人はそのお客さんはね、僕に対してここに金払うぐらいならそのもう一つの学内真ん中ぐらいの子を指して、そっちに金払うわって言われて、それはまあまあグッときた瞬間ではあったっす、やっぱり。ああそっかーっつって、越えられない壁ってこういうことなんだろうなーってのはすごく感じたんすよ。だけどまあショックはショックだけど、それも大打撃ではなくて、自分の中でなんかよりはそのさっき言った絵の仕事すごい忙しかったんで、まあ、せっかく自分もねお仕事いただけてて、それとにかく頑張ろうと時期やったんで、なんかそっちに没頭してたって感じですかね。うん、なんで、あんまだから、まあ、こういう要素が低かったせいもあってまあまあ大丈夫だったっていうのがあると、まあ、ついでに言っとくと、多分ねこれ今専門学校とかその両方学校の話なんですけど、何かしらの批判否定ってずっとつきまとうと思ってて、まあ、卒業後も含めて何かしらやっぱ言われることってありますね。うん、ですが、なのでね、まあそこはちょっと心構え持って心してっていうところあるんですが、まあ、結局その一番大事なことは何かっていうと、まあ、これやろなと思ってます。まあ気にしないっていうことね、はい、自分がさっき言ったあんま気にしなかったってあったんですが、うん、これが結局一番大事やと、まあなかなか難しい話なんですけど、はい。でただあまり気にしなさすぎるのも良くないんじゃないかっていうのもあると思うんですよ。例えば全部ほらもう自分勝手わがままになっちゃうとか、それこそ人を無視するようになっちゃうとか、人の言うこと助言をね、でそれをやっぱ怖いじゃないですか、自分の成長のためにも。なので一応自分が僕がね個人的に気をつけてるポイントってあるんですよ。それがこの2つで、信頼してる人から言われたことは聞くようにしてます。自分がこの人信頼してるわっていう人はね、それは絶対聞く言うこと。そしてもう一つ、これ僕すごく大事にしてます。統計的に言われることが多い内容は受け入れる話。例えば今回まあここ、まあ、今回下手って話だったけど、ここおかしくないとか、これこうじゃないっ
ってなった時に、たまたまその人がそう感じただけかもしれないですよ。でそれが一人の人と話してると、あたかもそれが一般論、世論のような感じで感じちゃうんですけど、その人がたまたまそう思っただけかもしれないんですよ。でなのでコツとしては、言われたことに関しては一応ね、一つのデータとしては受け取る、だけど鵜呑みにはしないという感じで、あからさまに複数回言われるな、これ人生で自分ちょこちょこ言われるなっていうことに関しては、絶対に受け入れた方がいいです。それはもう正しい、他人の目から見て絶対そう映ってるってことなんです。でこれはね、いいことも悪いこともそうです。でたまたま 1,2 回言われたことっていうのはあんま気にしない方がいい。ただデータとして過去に言われたなっていうことで覚えておくって感じぐらいでいいですね。で多分こうすぐへこむ感じって、なんか言われたことを一つ一つに対して全部なんか全部こう受け止めちゃってる気もするんですよ。でそれやるとさすがしんどいです。なのでまあデータとして持っとくぐらいでいいです。で何回も言われたらさすがに反省するみたいな、そんな感じですね。はい、ということで、まあ長々ちょっと今回お話シリーズだったんですが、はい、まあ下手なので実際に言われた時の立ち直り方ってあるんですが、まあ基本は時間で解決、あとあんまりまあ人から言われたことをね鵜呑みにしすぎないっていう感じですね。でまあどうしてもやっぱりでもしんどいなっていう時は、この上の方で自分依存の努力目標で頑張っていくと、まあ割とメンタルは安定しやすいよっていうのがあるので、まあまあちょっとでもね、まあ気になった内容があればですね、ご参考いただければと思います。それではお疲れ様でした。はい、今回もねご視聴いただき誠にありがとうございました。次も見てみたいという方はね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またね、こんな講座も見てみたい等のリクエストがあれば、お気軽にコメントいただけたらと思います。以上、タカでした。